さあどちらが勝つでしょうか。はい、 1P ハレゴロ 2P パム、10本選手やっていきましょう。なんか世間の評価的には五郎さんの方が高そうですが、まあそうなのかな、どうなのかなっていうところですね。自分的にはパムが行くんじゃねえかなって思ってますけど。なるほど、はい。あ、イエーイ、あ、やばい、パム終わったわ、無理だわ。じゃあなんかマキシマに終わったパム終わって、まあ、これ五郎さん勝ちますわ。あ、無理っす。まあ、まずは工程調べといったところだと思うんですけど、初手か、初手ならまだワンチャン、中堅に置かれたらもう席立たないといけないレベルだったんで。なるほど、はい。さあ1本目、まずは闇払いで牽制。しかしパブもしっかりモアさんで対策は立てているだろうことなので、色ももしかしたらモアさんと一緒かな。あー、なるほど。モアさんもなんかこの紫っぽいピンクというか。しかし初手はやっぱなんだかんだで一回くっつかれるとやっぱ牧島が、まあそうですね、はい、お亡くなりになっちゃうんで、今んとこ置き詰めは2回とも五郎さんが拒否して、うわマジか、腹手とは違う、3段目取れない、すげえな。あれ3段目にドライブとかかかんねえのかな、もう空中になっちゃってるから。いより、さあ今のところ相当いい勝負を展開しています。そうですね。あ、うまい。パムは、あ、あー、あー、おいしいダブルアップがごちゃごちゃになった。パムは炎でもジャンプフットもカウントヒットすごいしっかり追撃してる。そうですね、あそこうまいですね。炎は本当追撃するの難しいんで、はい、みんな強攻撃とかで終わっちゃうんですけど、しっかり。さあ、はい、現在1本目スタートしたばかり、中堅上ですね。そうですね、いつもは1番なのですが、はい、その起用がどうなるか。やっぱガージがすごい強いキャラなので、中堅だとやっぱ相手側にも、ね、ゲージがあるんで、ガーキャンとかで逃げられちゃうのがすごい苦しいと思うんですが、ここはゴロさん綺麗に立ち回り、パムは一発ねじ込みたいが立ち絵で止める。これまあでもやっぱちゃんと上は中央で発動コンボがあるので、この状況は画面端じゃなくても減らせますね、コンボは。そうですね、それはまあ確かに2番の恩恵とも言えるでしょう。うまい、うわ、お乗っている、半分くらい減った。あっ、これは行きましたね、五郎さんお得意の。これはこのまま終わりそうですね。そうですね、うわー綺麗ですね。いやー素晴らしいっすわ、今のうまかったな、画面中央の。そうですね、地味に減ってましたね。そうですね、減ってましたね、はい、これはなんか地味に上方やれそうっすよね。そうですね、しかしジャンプ C でめくって追撃ギリギリ、あーっと届か、半月さんが届かないと判断して前 A に行くが少し繋がらず、おお、しっかり待っている。よく見てる。あー、まあまだ決まらないのか。ちょっと届かない。あれが届いたら危なかったですね。そうですね。さあ、ガクラも近いか。ここはもうキム側はガードで、いやーしっかりしていたが、しかし EX スラッシュってあの距離でガードさせても反撃できないですからね。できないっぽいですね。相当めり込んでましたけど。そして空中半月が4ヒット、これは五郎さんはかなり危ないぞ。しかしシェン、さあ ND を警戒してのコパンを連続で置きまくり、パム側もこんだけコパンを置かれているので、ああ、ここはさあ全体に逃げて、あ、ここはやり直しやっていくが、ああ、なんか出なかったのかな、バックステミスかな、普通にタッチパで食らってしまったので。さあ1本目は五郎さん、いやーやっぱり牧島でしたわ。確かに牧島のプレッシャーが強すぎて、やっぱ五郎さんも分かってんだよな、フォアより牧島だっていうことは。なるほど、またも牧島、はい、でも自分的にはやっぱ初手上中堅牧島の方が良さそうな気がするんですけど、
どうやら牧島は炎有利対策を積んでるっぽいっすね。まあ城を大事にしてるっていうのもあるかもしれないですね。あ、まあ相折りにじこらされるというか、まあ結構きつそうですからね。そうですね。ここは画面端、さあ綺麗に固めて、ここはぶっ放して、さあここが危ないが、コパンで暴れている。さっきから五郎さんの置き攻め拒否がすごいうまく機能してますね。投げていたー。さあイオリのこの伝統の早出しジャンプ D からシーマ平行スリー、これで使って残りわずか。そうですね、最後の読み合い、ここは五郎さんがもうやっぱゲージを使いたくないので、うわー、ダッシュ通常投げを通して残り30秒。ここはちょっとイオリの体力をかなり残されてしまって、まあ先方牧島対先方炎はまあやや炎イオリが有利なのかな。まあそうっすね、やっぱ立ち絵とかでジャンプ止められるといってもやっぱダメージ的にはあまりないので、そうなんですよね、あんまり結びつかないところがあるんで、はい、うわつながっている。あ、ここはドライブオンゾーン、しかし、うわ、あ、しっかりしてる、ここはしっかり。これで、はい、まあ、ゲージはまあちょっと上が多いぐらいで投げて、ここはキャー痛いな、これは分かんないですね。ただパムは今日の試合で1回も空手の発動コンボを最後までできなかったのに、ここでできる、しっかり本番に強い。これぴったり終わるか終わらないか、絶妙なところ。あ、でも多分死にますね、はい、残らない。パムさんここでできる、しっかりしている。いや本当にマジでできてなかったんですけど、うわ危ない、危うくあそこは発動とかもある、はい。さあ引っ掛けて、まあ この状況はシェンウーは多分小味発動は非常に使いづらいので、いやっ、ここは逆角をかけてゲージはオンゾーン。ここはパナして、パム的には粘って、もし負けたとしてもキムにドライブを残したいですね。そうですね、まあ、かーしかし、くあーよく外した。おふおー壊し当てて、さあシェンウー側も結構ゲージのドライブを残すことに成功。キム的には、まあ、死ぬまでにドライブは溜まりきると思うので投げて、危ねえ、さあ発動がない中段は、まあ、警戒していないので、まあ、食らっても OK でしょう。あーうまく逃げるが、ここはガーキャン、これあれで安全に逃げられるのはキムの強みっす ね、 そ う、 ですね、うおマジか。しかしまだ残りますね、温存かなですね。じゃあここはみ、あー安い、これ死ぬ、いやー微妙、あー死んだ、危ない危ない危ない、ちょっと安いと思ったが、そうっすね、ここは取り返して11ですね。しかしパムガンをもう下段ねんだろうっていう完全な立ちっぱが良かったっすね。そうですね、はい、11で多分五郎さんはフォアも多分選択肢には入れてると思うので、まあそうですね、はい、どうするかってところでしょう。ここで1本取られて、どこでキャラを変えてくるかという、まあ1回目は牧島良かったんですが、2回目はちょっとほふられてしまったので、というか五郎さんがいない、両が行ったのか、やはりチームさんはあの剣で悲しみ、あの剣っていうのはどの剣かな、
実況は初期さんと一夢さんですね。さあ五郎さん、まだマキシマ、なるほど、まだ前半戦はマキシマで攻める、はい。まあでもやっぱフォアに変えてもフォア空手はかなり辛いですから、まあそうですね、うん、あやべえ、俺のこと知ってるやつがいる、サユリンゴのことを知っている人がいる。まあ気を取り直して、はい、なるほど、はい、お、ここでマキシマを中継で変えてきたので、ほう、五郎さんが勝つでしょうまあこれが一応本来の、本来のというか、まあマキシマはあれですけど、五郎さんのスタイル一番上、はい、ここをイオリがかなり有利に進めて、マキシマにイオリを残せればワンチャンなんですが、やっぱ空手を当てると、うわ今のスーパーうまかったんだけどな、確かにうまかったですね、鼻が出ない、あーうまい、あ死んだわ、あそこからでも持っていく、あちょっとミスる、このミスがどうなるか、フォローしきれるか、危ないですね。さあしっかり体を固めるが、残り31秒、マキシマはモアさんとかす、モアさんとか強いっす。ここは空手はまあでもマキシマにドライブ残したいと思いそうだけど、そんなこと言ってられず、そうですね、この上は生かしておけないところではあると思います。はい、まあいい吐き方ですね、ぶっ放しを当てて、あーやっていく、やっていく、あれね、パムの飯っす、お最近の飯、あっうまい、あーまあ今のは距離が絶妙ですね、あとはゴロさん粘るだけ、なるほど、まあ削りで、いやー昇竜飛炎ミスったのは痛いな、この状況は頑張って減らしたいけど、お互いゲージを貯めて、この状況でマキシマが2ゲージ溜まるともう何にでも EX ウェーバーが確定しちゃうから、そうですね、そこになる前にそうですね減らしておきたいっていうのはありますね。さあいいのは入って、ドライブを吐いて、ここはかなり安全にリュークランプル締めて、いい前転かくってしまう、そう、あの時点でもうまあ当て乱すとかがね、そうですね、悪あきにはなるんですが、それしかないという感じでしょうか、はい、だうわ今のリュウコ入んなかったかな、貢献ステップだ、マキシマも見た目がすげえ高い勢なんで、あそうですね、難しいんですよね、マキシマキムってどうなんだろう、まあ、やっぱ台足長いからやっぱ面倒くさそうではあるけど、起き上がりにうわー金利重ねとかやると、さあしっかりしてるがゲージがギリギリ溜まっていない、いやーやっぱ空中 EX ベーパーがあるんで、そうですね、警戒してますね、バンさんも、うまいうまいですね、やっぱりこのキャラなんだよな、なるほど、やっぱりこのキャラだ、まあゴロさんは前作というか無印13の時に本キャラでしたからね、一応マキシマは、ね、経験値はあるといったところでしょう、はい、いやしかしゴロさん、ゴロさんマキシマ怖えな、マキシマやだな、まあ、まだフォアが出てないんであれですけど、この起用の方がむしろファムさんには効果的と言えるかもしれない、そうですね、やっぱこの順番がな、これは本当に先方勝たないと、そうですね、ここがやはり重要か、はい、まあ、これも結構やり合えるんですよね、このイオリに対して、そうですね、飯を食えるポイントは結構あるんで上側も、ただこうなってしまうと、まあそうですね、やっぱり何も関係なく、お、コパン暴れからしっかりコンボをつなげて画面端、あ
パムさんちょっと切り替えてきてるかもしれない。ここ、はい、さあゴロさん暴れてしまい、こうなるとねやっぱマキシマも炎でかなりもてあそべるんでね。さあ炎がゲージがまだいっぱい残っている。あーいい刺さり方、ことづきから三サギ、いやーえぐい投げて、さあパムコンを決めて青い花出ないか、迷ったんすかね八乙女か、どうなんだろう、どうなんすかね、多分まあ迷ったのかな。ここはおちょっと走ってやる、うまいですね、はい、おお遅めのジャンプ A が刺さり、さあガードは硬いパム、そうですねパム的にはもうゲージ貯めてやるぐらいのノリで、さあ遅らせが刺さりしっかりしていく、いやーやっぱ炎を残すとマキチマはさすがに苦しいですね。そしてシェングーも非常にイオリが苦しいので、うわあの距離からのスカシか、おおパムはコンボがうまい、ねえ、この技がきついんですよね、シェンウーは苦しい、パムが冷たい、もう苦しいかさすがに、これはまあそうですね、なるほど、これで 2-2 かな。かなりパムが思い切っていったのが、そうですね、だいぶうまく刺さりましたね。じゃあとりあえずこの次の試合で一旦ストップで次枠ですね。はい、さあ 2-2 今のところかなりいい勝負、さあ牧島は外さず、まあ、ここまで牧島をまだ使っているということはやはりそこそこ練ってきてますね、五郎さんはちゃんと。そうですね、最後まで行くかもしれないですね、はい、もしかしたら。うわー、繋がってる。お、五郎さん、今日ちょっと A ボタンの連打が、そうですね、そうですね、遅いのかな、連打が。五郎さん、あのコンボ見せるの本当に見ないんですけどね。そうですね、確かに珍しいとも言える、うん。さあこのラッシュ力、うわー、あー下がっていた、しっかりだわ。炎はジャンプで逃げようとするとかかとやらなんやらに引っかかって死んでしまうので、パムはさっきからかなり前提で逃げてるのが多いんですよね、はいはい、そこもゴロさんは分かってるのでしっかり後ろに下がって待ってるっていう感じで、確かに、はい、まあ、パムさんも結構頑張ってダッシュ前転までしたんですけど、はい、相当下がってましたね。そうですね、はい、さあぶっ放しにハリケーンが2回連続で刺さり、目の前で止まるスラッシュキック、危ない、パムはさあしっかり安定で被炎を1回にして、しかし十分なダメージで、パムさんもちょっと決めてるところありますね、あのヒエンが出ないのを恐れてか、あ、そうですね、もう安定コンボっていう風に今日は決め込んでいる気がします。まあのじ合いじゃなくてこういう特別な試合はやっぱ安定するのがね、そうですね、重要ですからね。さあ逆策に勝ったが立ち位が繋がらず、あーえぐい、あれこのネタマジ無理っすわ、あれきつい、自分も4ヶ月間ぐらいパムに食らい続けたんですけ ど、 なるほど、あの自分でキムをまた本気で使おうってなって練習をして、これ俺苦手じゃんできねえって思って食らわなくなりました、ね、なるほど、ようやくそこまで来て、はい、自分でやろうと思ってようやく食らわなくなりましたね。マジか、パムはキムカッファンに非常に定評があるので、ここからでも全然あるが、しかし牧島はフルゲージフルドライブ、
うまいな。これな、キム側もな、ドライブ吐くかどうかすごい迷うんですよね。投げて、ガードしている。発動しない。ダービームが。すごいな今のは。マジか。今何分ですか。あ、もう1試合いけんじゃないですかね。そうですね、じゃあもう1試合いけます、ね、はい、もう1試合いきましょう、はい、で、3-2かなですね。まあパムはね、今カーソル合いましたけど、チンゲンサイもいけるんで。確かに、はい、まあ、五郎さんはフォア、パムさんはチン、いつ出してくるのかといったところでしょう。ただチンマキシマとか、ま、全く異次元なんで。確かに異次元すぎる。どうなんだろう。まあでもこの先鋒戦取った方がやっぱかなりのリードを奪えてるって感じですね。さあいいのが刺さり、数をやればやるほど疲れて見えなくなってくるユリオリエ。そうですね、はい、うん、危ない。ここはコンボの準備をしていなかった。パムもやっていく、五郎さんもやっていく。すごい試合だ。パムもやっていく。え、今のすごくない。このキャラ、あ、もしかしてこのキャラ強いのかな。立ちビー、しゃがみビー、立ちビーって3発下段いきましたけど、確かに、え、すごいな今の。さあこうなると一気にパムが有利になり、お、うわー、飛ぼうとしてたのかな。いいのがササーリー、ここはやっていく。さっきからマキシマに対してこのダッシュ通常投げがうまい、かなり下がってますね。キムの時もそうだったんですけど、マキシマはでもなんか小判とかで、小判が結構優秀だからそれで暴れそうなもんなんですけど、かなりパムがいいところで出し投げに行ってるっぽくて刺してますね。投げて当たって、さあ前転はしっかりとがめて、おっと、さあ出なかった。あ、ここで出すこの技、最強技が出た。フォローにモアさんはあの技をかなりいろんな場面で対応してくるんですが、五郎さんはもしかして今一発目かもしれないですね。一発目ですね、はい、はあ、うお、あんなことになるんだ。ここはハンドラを吐いてしっかりゲージ回収して、さあ五郎さんもかなり投げを外すようになってきたので、パム側はそろそろ次の選択肢が欲しいところ。ああいいですね、キムカファンって感じっすわ。そうですね、はい、ただ単にあれが強い。さあ大将戦、パム的には何かこれをさ、何かノーゲージコンボをさして次の発動コンボで倒すっていうのが理想なんですけど、シェンフーもドライブ溜まっちゃいますね。さあこうなるとシェンフーは無敵です。何が当たっても倒せるので何しても正解になります。この状況は練りチャギも行きづらいんですよね。あ、さっき練りチャギ行ったところにアッパーマイビーが刺さって、あ、なるほど、フルクもらったので、うわ、行くが立つ。はぁ、あー、あー、そうですね、刺さりますね。なるほど、間に合うか。いやー、うまい、しっかり。じゃあこれ一旦ストップで、パムさんちょっと待って、はい、4-2 ですね、4-2で次枠です。では枠を途中で切ります。はい、現在 4-2 ですね。五郎さんリード。さあチンゲンサイと迷っているが、やっぱり
空手を選んでいく。これはこの流れからすると、はい、相当また五郎さんが追い詰められない限りフォアが出てこなさそうな感じがしますね。そうっすね。いやいい距離でスラッシュが当たり暴れ潰しみたいになる。今の空対空勝ったのはでかく。さあさすがにこれ以上あーうまいな。いきましたね。これは死ぬかさすがに、はい、いやーほんと端のジョーは伸びますね。そうですね、はい、ゴロさんほんとなんか途中で無理せず一旦もう画面端から逃がさない位置まで、はい、一回下がってっていうのがやはりうまいですね。そうですね、少し離れても結局刺さって距離が伸びればコンボに持っていけるっていう距離が、ね、非常にうまいですね。さあ端に戻して、これは見づらい。あれって、はい、自分で変えられるんですよね。変えられますね、押すタイミングで。そうですよね、はい、早めだと表で、遅めだと裏ですね。で早めだとちょっと地上につなげるのが難しいんですけど、はいはい、難しいですけど、はい、まあ、いいところで出すとつなげられるっていう。あれは無敵技持ってないと相当きついですね。相当きついですね、はい、しかし空手がかなりいい働きをして、こういう状況で空手はなんか EX ベイバーもらってもいいから攻撃の手を休めない方がいいと思うんですよね。結局この状況で300兆減ってもそこまで痛くはないし、空手の行動を縛ってしまう方がやっぱ、さあやりましたね。空手でしっかり牧島を倒していく。まあ、空手の画面端のジャンプ D が牧島完全に見えないので、座高の関係で。あれが刺さりまくってましたね。しかし、シェンウーがすごく元気がいい。ただ、この状況のシェンウーは本当、ドライブを吐くかどうか、すごい悩むところだと思うんで。早めに刺さったら、はい、まあもう入っちゃっていいと思うんですけど、今のは絶対松田っぽいがジャンプになってしまい、さあパムは時間を使って自分のターンになった瞬間にしっかり攻める。決まれば終わるか。いや、うん、あ、まあ、これが基本のパムさん、基本的なパムの発動コンボはいけないと思ってください。これは2ゲージで終わらせるかな。これやばいっすね、うん、これはまずいですね。これはあかんやつっすわ。いやーこれはちょっとあるぞ。さあ今のは痛いゲージの吐き方をしてしまい刺さり、あ、まだ残りますね。まだ残るけれども、まあ最後の読み合いっすわ。こっから強制ダウンを取って、おお、なるほど。パムさんはあんだけ発動コンボできないとやらない方がいいんじゃないかっていうリアルに。そうですね、あそこはもう安定も何もやらなきゃいけないですからね。そうですね、運ぶためには。なんですけどやっぱ発動コンボ見せるとこのゲーム終わりなんで。そうですね、ハンドラーコンボとかでちょっと残してそのまま、まあ、500ぐらい減らしてニョコニョコやってた方が結果は結果良かったんですけど、ここでチンゲンサイ投入。なるほど、もう5本取られてからの、はい、そして五郎さんも初手を牧島に変えてきましたね。これは異次元の対決です。でも本当わかんねえな、どうなんだろう。さあまずは一発ピクさんに聞こうと思ったらのじ合いしてた。まあ無理ですよね、まあ無理ですよね。なんかパムさんこのコンボ結構うまいんですよね。確かにあんま見せらない。あの中段から強攻撃2発でコロコロとか出すのマジで難しいんですけど、はい、コンボが下手くそなパムさんにしてはしっかりして、
これはてか五郎さんって新対策どうなんだろう、さあしっかりして、ここは倒しきる。新年最上、まあ本当見ることないからな、どっちが有利とか分かんないんですが、さあここで普段の対戦に戻り、まあ、これいやー本当ジョーのあの技優秀だな。立ち振った場の戻りがめちゃくちゃ早いんで、どうもやっぱハリケーンとかにジャンプしたくなるんですけど、パムさん、パムさん大丈夫か。これなんかこう 見守る親の心境ですわまあ端っこはねさすがに飛炎がないからな、しっかり決めて、いやー空手の圧力コンボバカみたいに減るんでね、やっぱ決められるところは決めていきたい。いやー空手の流れっすね、コパンでユリフで取ってジャンプフットっていう、ね、はい、これで状況は完全にパム有利。さあ苦しい、さすがにガーキャンは吐かざるを得ない。固めて固めて、さあバブさんは執拗に D 投げを狙って、ああゴロさんここはちょっと追撃を見せてしまい、中段決めて、んーハンドラー入っても良さそうだったが、ここは温度に成功、はい、まあやっぱキム戦はシェンウーがフルドライブないとマジで話にならないレベルできついので、はいはい、まあ、やっぱ残したいですね。パムはなんか一発コンボを当てて発動コンボで倒したい。さあ神端に行き投げは外す、さあうまい、うわ動いてしまったかですね。はあ、ゴロさん優しい、あります、あはは、まあ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 、まあ、確かに、まあ今のダッシュして後転で避けてればかなり安かったんですが、はい。